俺、かぼちゃの煮付けっつうとね、必ず思い出すのが、あの、子供の頃にね、おふくろが作ってくれたんですよ。一回ね、かぼちゃの煮付け。甘い。はいはい、あるよ。うん。あれをね、うん、俺は小学生ぐらいの時だったかな。うん。うまあ初めてぐらいだったね、俺、そういう、かぼちゃの煮付けで、おふくろが、まあ、女の人好きじゃないですか。好き。うん。 これ美味しいよっつって、あ、本当だ、ケーキみたいに甘いねっつって、あの、袋と、で、二人でさ、夕食の時に、美味しいね、美味しいねっつって食べてたんだよ。うちの親父が、まあそういうのあんまり食べないからね、魚ばっかり食べる人だから、刺身とか。うちの親父って、 お袋に、いつもごめんなさい、ごめんなさいって言ってるような人だったのね。だから、もう、絶対に怒ったところを見たことが夫婦喧嘩してんの、まず、俺、一回も見たことない。で、あの、ま、社交的でも人を、要は、人を笑わせるのが好きで、で、あの、でも絶対にあの、強いこと言わない。はい感覚的なね。はい、前みたいなね。そう、そんなこと言対言わない。声を荒げたりすることないんだけど、 まだに覚えてるその時だけは、その親父がね。かぼカボチャなんてのはな、女の食うもんだすっげえびっくりして、俺。美味しいね、美味しいね。光かりカボチャなんてのはな、女の食うもんだそんなもん食うんじゃねえとかって言ったんだ。あ、そう。ああ、珍しい。うちのおも黙って。うちのおなんて、普段別に。まあね。 あんたねそういう人なんだけど。以来別に、つってね。たますけ俺もどうしていいんだか分かんなくて、そっと箸を。置いた。そっから別に何があったかもう記憶が定かじゃないんだけど。それ以来、だから、うちではカボチャの煮付け。が作んがくくなった。そうなんだうちの袋が。 なんかあったのかなも、もしかしたら。だからもしかしたらなんかちょっと。なんか揉めてたとか。揉めてたはないと思うんだよ。あ、そう。揉めてたはないと思うんだけど、な、なんつうの仲間外れみたいな。ああああなんかそういうのがすごくあったんじゃないかっていう気がするね。ああ。いや、俺好きだったよ、かぼちゃの。俺は、だからいつも思い出すんだよ、それを。あ、そう。なんとなく切ない感じがするんだよね。うん。うん。俺のあの、 お袋は本当にあの、新しいもん好きだったからさ。うん、俺、小学校の時にもうハロウィンやってたからね。<laughs> あ,<ー> <laughs> あの、そ,ね、そういうことカボチャとか、なんかくりぬいて、あの、丸と三角で鼻と目と口ギーって切って、中にあの、ろうそく入れて、うん、家帰ったらなんかそれが、な何これみたいな。っていう、うん、そういうのや、40年ぐらい前ですよ、だから。うん、その代わり俺は別にハロウィンとか、その後一切興味なかったよ。うん、なかったけど、 うちの子はそう早いの好きだったんでな、新しいものが。料理とかも。あの、グラタン鍋とか。いち早く。チーズフォン。チーズフォンよくやる。そういう。女の食い物ばっかり。このあの、名倉のね、名倉のライブ、トークライブ出たんですけど、楽屋行ったらさ、ま、あの、殴らの楽二人。はい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 。いて、で、 マリナちゃんも来てて、で、楽屋行ったらさ、うん、だけど、二人のその、子供を世話してるのベビーシッターさんが、あれなんだけどさ、あの、どう見てもタイ人の女の人。えお前さ、名倉お前、これ、マリナがいなかったら、タイの家族 <laughs> 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 何それそうだ、フィリピンだってんだはいはい。フィリピンの人だあ、多いんだよね。でも、あのどう見ても見た目が。殴ラっとサいたらさ、お前。れどう考えたって、お前、トナージャーの。はい、の一家だね。一家だと。あ、そう。子供って、でもまだ、そんな。ガキもうでも5歳ぐらいあまあまあ、そんな男の子は上の子は。うん。で、あケンタどうした、お前とかって、俺散々適当なこと言って。適当、ケンタでもない。ないんだよ。ほんで、 また俺、拳銃持ってってたから。もう何やってんだよ、打ち上げでさ、あの、そいつにさ、パシパシとか言って。子供にうん。うん。やったらさ、おい、健太、こっち来い、お前。なんだとかって言いながら、パンパンとかやって。で、河本とか、あの、自長課長の河本さん、やめなさいって言いながら、こうやって打ってたらさ、そのうちさ、 あのおじちゃん怖いってたそりゃそうでしょ。<laughs> そりゃそうでしょ。もう100、お母さん。当たり前でしょ。みんなね、誰がどう見ても楽しい。よあのおじちゃん怖いよ。あのおじちゃん怖いよって。号泣始まっちゃって、打ち上げで。いや、それは、お父さん、それ以外のリアクションはあるでしたいおかしいだろう。いやいや、それ以外のリアクションはじゃあ何だと思っ,ただってどうなると思って子供なんて別にけ、ビストルとか好きかと思うじゃん。そういうの。 あんな本格的あ、んな、しかも、なんかほら、銀玉鉄砲みたいなね。もう、水鉄砲とか。ああいうのじゃなくて、あんな本格的に大人でもびっくりするような、一瞬。もう、本当の、本物かと思うようなやつで、全く知らない、でかい声のおじさんがそんのギャバーババ,バ打ったらそれは、そんな、100%泣くんですよ、それ。そ,そうなんだよ。そそうだよ。絶対泣くわう。もう、悲惨だよ、俺なんかもう、乱入して出てってさ。 いきなりコームと引き倒して、ポコチン握りしめたり。何やってんだよ何やってんだよそれでまた逃げんの追っかけてって飛び蹴りしたらさ、腰から落ちちゃってさ、届かずに。未いまだに腰痛いんだもん。何してんだよ。軽くひびでも入ってんのええ。ずーっとトーク中痛くて。な、ええ傷だらけだよ。今日も結構ロケで。そしたらガキは泣くし。いや、そしたら何それお前が泣かしたんだよ、どう考えても。え、ど、 腰何どんぐらい痛いんですか今日ロケ押すと痛い。押すと痛い。今日なんか、支えも膝が痛いとかしたよ、なあれ関係ないよ。支えは。まあそうだけど、なんか。出てないもん、あいいや、そりゃそうだし。仮に出たとしたらそんな暴れるわけねえしな。な、何ひびが入ってるかもって思ってるわけ自分では。うん、まあ。腫れたりはしないでしょだから全然別に大したことはないと思うんだけど、まあ一週間もそれ治ると思うんだけど。

ダメダメ最近このオープニング多いな <laughs> ダメよ <laughs> そ、ダメダメ <laughs> そ<れ>、ダメよ <laughs> うるせえわもう <laughs> そろそろ参りましょう火曜じゃん爆笑問題か